久保さん。まあ、今回ね、右前、右前、習えですかね。右前、右、んならめ、前だったかな。習え、みたいな、あるじゃないですか。まあ、今回ね、久保さんから送っていただいた動画が、まあ、まさにそれかなと思うんですけど、まあ、大衆森林というかね、僕たちは洗脳教育を受けてるという部分もあるんで、あのー、まあ、もう、右前、習えが多分、あれなんじゃないですかね。まあ、その、 典型的な分かりやすい例だと思うんですけどこの人がやるからやるみみみたたいいなななねみんなと一緒みたいなだマスクとかも面白いですよね。みんなが買い出すと買い出す。<laughs> PCR 検査に関してもみんながやり出したらね、あのー、品薄になるだろうし、今う、品薄になってるのか分かんないですけど、ただやっぱね、大衆の逆、右前ならえの、その、あれに、その、本当の人生の答えはないと思います。 なんで本当の人生の答えはないかっていうと、要は自分は自分なんですよ。わかります他人の人生と自分の人生は違うんですよ。だけど他人の人生、他人軸にこう合わせる。それを形として右前ならみんなが右な習いみたいにしてるから。<laughs> ただね、僕良かったのが、あのなんでこのあの僕のコアな部分ですね。僕のコアな部分って、 そのやっぱね、人とやっぱ考え方がちっちゃい頃から違いました。まあ逆張りって何、逆張りではないかもしれないですけど、みんながね、勉強している中、僕は勉強嫌いだったんで、これなんでこう大人になってこの勉強は何に使うのかなっていう疑問を持ってしまったんですよ。で、その疑問を持った瞬間から勉強がめちゃめちゃ嫌いになって、これ使うみたいな。社会人になっておか、お金稼ぐようになって、これはこの勉強は今使うのかと。大人になって使うのかと。理科の実験とか、これは、 僕は科学者を目指してるわけでもないし、これじゃあ、普通の例えば、なんだ、うーん、土研土,土,土木とかの会社に就職して、リトマス氏は、この赤とか色アルカリ性とか、これを知って、その仕事には活用できるのかみたいなね、それをね、中学校の時に思ってしまって、これ意味ねえなっていうぼ、僕はですよ、すみません、僕はそう思ってしまって、で、違う人生になりました。多分みんなと同じように受験勉強をしてね、 なんかみんなと同じように、右前ならいでやってたら、みんなと同じ人生になってたと思います。こんな、なんだろうな、ちょっと破天荒なね。まあ、久保さんも破天荒な人生だと思うんですけど、こんな人生送ってないです。うん。だって同じことやってたら、無理じゃないですか。久保さんが、ね、今ね、その、以前、上場会社のス,スーパーでしたかスーパーでずっと働いてたら、今の人生ないですよ。絶対ないです。隠居みたいなね。いや 僕、家から出ないんです、みたいなね <laughs> いや。スーパー働きに行かないといけないですよね。さすがに今、無人くんでスーパーできないですよね。働きに行かないといけないですね、久保さんね。でもみんなそうじゃないですか。働きに行ってますよね。うん。まあもちろん今、在宅ワークも増えたと思いますけど、だからその、本当に自分の人生っていうのは、ん、自分がどう思うか、自分がどう考えるか、自分がどう歩むか、それが、 自分の人生なのかなと思うんですけど多くの人は思考すら自分の思考すら他人の思考に合わせてしまっている <laughs> そう自分の CPU を他,他人の CPU とそのままみたいなそれ他人のパソコンでしょみたいな話で <laughs> 自分のパソコンは自分で動かしていかないといけないのでうんだからやっぱねあの まあ大衆の逆をいけっていう投資のねあの話もあ,のありますけどやっぱその疑問に思うっていうことがめちゃめちゃ大事なのかなと思いますね自分の考え方を作る上でのこれって本当に必要なのかなとかこれってやるべきなのかなとかなんか一般の常識ですよね一般で正しいと言われていることに対してなんでかなっていうその疑問を持つっていうことが疑うっていうことが あ大事なことなんじゃないかなと思いますで疑わなきゃ疑,わ疑うっていうことは防御策でもありなおかつ自分の方向性、えー、羅針盤というかね自分の針を決める一つの指針になると思います本当にこっちでいいのかなっていう本当に就職活動するべきなのかなとかね本当にこのままの人生でいいのかなっていうその今の人生に疑問を持つ本当にこれサラリーマンで30年働いていて自分の人生歩んでるんだろうか っていうところに疑問を持つ、うん、別にその人生を否定してるわけではないですよ。まあその人がそれで良ければいいんで、別に。でもそこに何かしらのそのなんか違和感だったりとか、それを感じるんであるならば、うん、やっぱ久保さんが言った通り勇気が。 まあ必要っちゃ必要なんですよね。みんなと違うことやらないといけないから。だから僕自身も、この YouTube のチャンネルの運用方法って、全く人と違う運用の仕方なんですよ。勇気いりました。売れんのかなみたいな。で、最近なんか、その、ね、この億万長者合宿のやり取りをね、限定公開にしてて、昨日かおととい一般公開したんですよ。全部。で、多分200本ぐらい一気に一般公開したんですよ。で、チャンネル登録者数もう間違いなくね、2、30人減ったんですよ。か分かってるんですよ。 まあ減ること分かってるんですよ、そんなのは。一般公開ぶワーしたら。でも、それでもやるんですよ。でも、多くの人の考え方って、どうやったら登録されるかなとか、どうやったらアクセスを集められるかな、あの、なんだ、登録解除嫌だな、みたいなね。されないように、されないように、みたいな思考じゃないですか。僕の場合は、関係ねえみたいなね <laughs>。関係ねえみたいな。そう。だから、大衆の逆ですよね。だから、もちろんネットビジネスをやる上でね、ある程度のアクセス、 それ必要です。集客ゼロだったら、それは売り売上げ作れないですから。ただ、うーん他の YouTuber と違って僕はありがたいことに、その数の、まあ、戦争に巻き込まれず、自分の土俵でね、えー、勝負ができるっていうね。<laughs> 自分軸で勝負ができるっていう、これを確立しましたうん。だからね、今ね、あと久保さんね、ちょっと面白いのをちょっとやってるんですけど、<laughs> あの、まあ、個別動画やってるじゃないですか、久保さんも。 僕もやってますよ。で、じゃあ、個別動画、俺、どれぐらいこの4年で作ってきたのかなっていうのを、今、再生リストにまとめてるんですけど、3000本ぐらいありましたね。だから今ね、めっちゃクリックして、一つ一つまとめてるんですけど、これもあとで使いますけどね。<laughs> 多分ね、3000本、本当に数字で出てくるんで、再生リストで、その再生リストに何本あるのかっていう数字で出てくるので、本当にやりましたっていうエビデンスにもなるし、これ使えるなと思って。 結構大変ですね。3000本を一つの再生リストにまとめるってマジ大変ですね。だけど、まあその後の僕の戦略もあるんで、これやったらこれやれるなっていう。まあいいや。まあとりあえずその、なんだ、あのー、一まあ今の話から言うならば、3000本取ってるわけですよ。一人一人に対して。つまり、1再生でも3000回回ってることです。回ってるってことこすよね。最低でも。 まあその人はまあまあほぼ見るんで1再生は間違いないですからうんじゃあもう3000回回せるっていう <laughs> 多くの人は一つの動画でね3000回とか1万回とか10万回とか100万回目指すけど僕の場合は1人に1動画で3000回1万回回していくっていうね <laughs> この思考もないですよね多分1再生でいいんですよ1再生1万回やったら1万回回ってるわけじゃないですかで,そでもでもですよこれも 多分この思考に至らないと思うんですけどあの一発の動画で1万再生行った1万再生と一人一人に送った1万再生のこの濃度の濃,度の濃さは圧倒的に違います絶対的に圧倒的絶対違います同じ数字は1万なんですよ回した数はだけどあの一人一人にとって1万人に動画を 個別動画を送ったとするならば今、僕、まとめて3000個ぐらいなんですけど、あの全然違うと思います <laughs>。でもこれね、あの僕、昔赤番食らってるんで、その赤番食らってるところでも個別動画やってたし、あとは別チャンネルでも R34 マガジンじゃなくて、ライブチャンネルっていうのをやってるんですけど、そのライブチャンネルは限定のみの,あの個別動画もあるんですよ。多分、それも何千本あるんですよ。 まあそれは限定なんで、ちょっとまとめられないですけども、まあ R34 マガジンで一般公開してる丸村さんへってはまとめられるんで、あの、まあ今後ね、1万目指して、その、一人一人1万個、みたいな。これやりきったらね、結構すごくないですか一人一人のワンツー動画1万個、目に見える形。まあ久保さんも口ではこう言えるわけじゃないですか。まあ実際久保さんの場合やってると思うんですけど、でもそれをまとめてね、数値化することによって、多分結構パワーありますよ。 さん <laughs> これもう販売プロモーションで僕使うんでうんやっぱねでもでもこれねまあやるかやらないかはあれなんですけどやってるからできるんですよねまあ大変ですよ今もう本当に地味なその一つ一つ再生リストにまとめてるっていう超地味な作業してるんですけどでもそれ素材があるからできるんですよやってるからねまあやってるから数もすごいことになるしうん だからね、まあ、やっててよかったなと思いますけどね <laughs>。てか、振り返って、僕ぜ、全部振り返って、あ、こんなんやってたな、みたいなね。相当やってんだ、みたいな <laughs>。まあ、いろいろと話、脱線したりとかしてますけど、まあ右ま、右、右、習い右、前みたいな、あの、あれでは、まあ、自分の人生は送れないかなと思いますね。うん。うん、自分の人生を送りたいんだったら、自分の思考を持って、 えー、自分で考えて自分で歩まないといけないそして一般常識に対してなぜって思うまあ、はみ出し物というかね <laughs> はみ出し物じゃないとはみ出せないかなと思いますけどね <laughs> そういってらっしゃい